ほか、巨人戦、振り返り始めていきます。今日先発に関しては一応ちょっと日が空いてしまうので、月火が休みで水曜日からなんですけど、今日ちょっと紹介しても多分忘れちゃうかなっていうのがあるんで、火曜日に上げる広島戦の試合前分析の、動画の中でちょっと軽く説明したいかなというふうに思ってます。そしてということで、今日は石山が今巨人戦で今 2.2 回7失点から合計登板数多分4登板ぐらいしてると思うんですけど、その今のところ巨人戦でしか失点しなくて巨人相性悪いんじゃねっていう、結構言われてるんですけど、でも言っても去年からもぼちぼち打たれてるっちゃ打たれてるし、なんか実際巨人にやっぱ何かしらバレてる感はなくはないと思うんですけど、単純に金曜日も今日もあんまり石山良くなかったんですよね。特にまっすぐとか、特に金曜日とかめちゃくちゃまっすぐ浮いてたし、今日の岡本に打たれたスライダーも結構甘かったし、単純に石山の調子が良くないのもありつつ、もしかしたらその巨人に何かしらバレてる可能性もありつつっていう感じなんですよね。どうなんですかね、実際。あんまり調子は良くないと思うんですけど。去年で言うと、重信に縦スライダーかなんかをめちゃくちゃうまく神宮で打たれて負けたっていう試合があるんですけど、あの辺りから石山とってか、そもそも、前回の神宮もそうだし、1ヶ月前の4月上旬の巨人戦も打たれたし、たまたまなんかな、たまたまじゃいいんかなって、わかんないですけどね。結局ファンなんで、初戦ファンなんで、その癖がどうこうってわかんないんですけど、さすがに。あからさまに巨人戦だけ打たれてますね。あからさまにこの球団だけ打たれているっていう話は、例えばこの前の僕の動画見てくださった方は見たと思うんですけど、今野が横浜戦で謎に7失点してて、そこで防御率爆上げしてて、ただ残りの 13.2 イニングは1失点に抑えてるみたいなやつがあるんですけど、特定の球団に超打たれるっていうのが、今野といい、石山といい、あれですね。ちなみに阪神戦、石山は阪神戦確か1回無失点だったかな。で、あとは、阪神は去年、8回無失点ぐらいか、8登板ぐらいして無失点に全部抑えてますね、ちなみに。あとは、先発のサイスニードなんですけど、僕、この前の動画でも紹介したし、戸田で投げてる時って、まっすぐちゃんと低めに集められてたんですね。低めに集めるというか、低めにまっすぐ投げることできてたんですね、コンスタントに。全然見てて、全然コントロール苦労しないタイプじゃんっていう風に思ってたんだけど、今日に関しては、ガチでほぼ高めに浮いてたね。特に丸にホームラン打たれた時とか、途中、初球ね、多分めっちゃ低くまっすぐ行ってたよね。結構2イニング目に入ってから、低めに投げようとしたのは、1球目、2球目ともに、ほぼボールゾーン一番、ボールゾーン下の方に行って、3球目に若干浮いて、結果ど真ん中に行って、ホームラン打たれるって感じだったんですけど、そのあたりから、3イニング目、4イニング目ぐらいあたりから、めちゃくちゃ変化球に切り替えて、ほぼ変化球中心。で、あとは、3イニング目は変化球中心で、3巡目ぐらいに入ってからは、またストレートも投げ始めて、結局打たれてって感じなんですけど、まっすぐがやっぱどうにもちゃんと低めというか、きっちりその浮くってことがなくなれば、逆に結構まっすぐって確か平均球速が149キロ150キロぐらいあったんですよね、確かまっすぐだけで見ると。でパワーも実際あるし、しっかりコントロールさえなるべく良くなれば、いや結構変化球もギリ全然使えてたし、まっすぐをしっかり決めることができればまっすぐを生かせるような、カーブとかも結構良かったしね、実際。決まる回数の方が少なかったような印象もあるっちゃあるけど、でも多分、来週の登板に関しては記事が出てて、よいしょ。来週投げるかどうかは別として予定は組んであるので、予定通りに進めていきたいと思いますって高津監督が記事の中で言ってるんですけど、なんとも取れないんですけど、正直。微妙な取り方なんで、あるとも言えるしないとも言えるっていう感じなんですけど、
まあ、全然もう一回、もう一回見る分には僕はいいかなっていうふうに一応思ってます。なんか、結局、戸田でしっかりまっすぐ低めに投げられているのを考えると、まあ、もう一回ぐらい全然見てもいいんじゃないかなっていう感じはありましたね。で、あと、まあ、清水が今日、最近なんか清水、多分ビハインドというか、いや、明らかにその勝ちパターンとしの状況で投げること、2回連続、なんか勝ちパターンじゃなくねみたいな感じの起用法されてて、多分その近藤が逆に、まあ、今日もリードと場面で投げてたから、多分近藤と清水が配置転換されたのほぼ確定かなっていう感じはあるんですけど、まあ、逆に最近清水結構調子良くなりましたね。で今日も簡単に7球で終わらせたし、三振も取ってるし、1個清水が割と、でも言うても清水って打たれてたのって多分疲労が大きいと思うんですよね。確か1週間に3連投、2連投して1日休んで3連投だったかな。3連投して1日休んで2連投だったか忘れたんですけど、6試合中5試合投げたっていう週があって、その翌週にがっつり打たれて、で今配置転換っていう感じになってるんで、なんか、まあ単純にそもそもそんなにめちゃくちゃ良かったってわけじゃないんですけど、やっぱ疲労が原因です。ちょっと打たれて配置転換ということになって、で今それまあなんか逆にちょっと調子上げてきてる感じはあるんじゃないかっていう感じはある。で近藤はめちゃくちゃいいんだけど、マクガフ、まあ、石山はさっき喋ってたからマクガフなんですけど、いやマクガフが実際な、その昨日も被弾した、昨日じゃ金曜日も被弾してて、で今日も被弾しててって感じで、しかも先頭バッター、いやマクガフどうなんですかね。まあまだ全然勝ちパーどうこうって話にならないんですけど、マクガフは序盤がめちゃくちゃ良すぎただけに、なんか若干今、下振れが来てる可能性はなくはないけど、まあ、石山もマクガフも若干不安が残る。で、清水も最近の2登板は割と調子上げてきてる感あるけど、一応前回までよ、ちょっと前まで悪かったし、いやなんかリリーフで今いいのが、近藤ぐらいかな。今野もちょいちょい打たれるし、まあ、横浜戦なんですけど、で梅野もちょいちょい打たれるし、まあ、ちょっと厳しめではっていう感じかな。あと打線はそうだな、打線ないな、めちゃくちゃ残塁が多かったことくらいかな。まあにしてもあと1本が、いやまあまあそう、まあしゃべればな。でもちょっとだいぶ浅いけど今日喋ってることが、特にやっぱピッチャーかな。今日に関しては。まあ打線も、言っても相手のミスつけ込んでしっかりつないで、まあつけ込んだというかまあ、でもしっかり4点取って勝ち越したのでかかったからな、実際。打線も確かに今日残塁目立ったけど、なんだかんだ5点取ってるし、まあでもデッドボールとかでも、デッドボールで、押し出しで点もらったりとかはしてたけど、あとエラーとかね、スモークの。まあ一応どうなんだろうな、今日打線に関してはなんとも言えない。やっぱホームランが山田哲人、村上になかなか出ないっていうのがなんかどうしても不調な感じがするし、中村も実際最近打率落ちてきたし、打線あと青木が、まあ、今日もしっかりヒット打って、割と最近長打も出始めたし、ヒットもちゃんとなんかヒット内野安打で出ましたみたいな感じが結構多かったんだけど、長打出て普通に今日はセンター前ヒットいってっていう感じで、割と青木が上げてきてる感があるから、まあ、もうちょっと様子見てなんか青木が2番に戻るとかそういう感じも、まあ、あるかもしれないですねっていうところかな。外国人は最近あんま調子よくないですね。まあでもサンタのホームランとか出てるものの、まあ、1試合1本ヒット打つっていう感じかな今は。最近はまたちょっとこの最近直近6試合の打撃成績とかは、火曜日に動画を上げる予定なので、まあ、そちらでちょっと詳しめに紹介するので、そちらを見ていただければなというふうに思います。ということで今日の振り返りは以上となります。はい。